お疲れ様です。我々は超人工生命の生存と進化っていうテーマを持って面白い超人工生命を作りました。我々という形で作ったんですけど、我々は外部環境および自分の状態、そして不規則の不規則に受ける力の影響を認知して環境に適応する外形と行動を学習することができる超人工生命っていうものを作りました。ここでいう道具としては仮想世界において人間のような生存と進化を可能とする知能と生態系を構築したいという意図で以下の2点を課題として取り組みました。生存に必要となる新しい行動を学習する。この点は既存のリスではもうすでに動けるアクションというのを定義しないといけなかったんですけど、私たちは歩いたり走ったりっていうのを外部で偶然受けられた力によって覚えるっていうことをやりたかったので、既存だったらリサーチのディスクリプトの値を使わなくちゃいけないけど、コンティニュアスバリューを使わなくちゃいけなかったので、どうやってやらないといけないかっていうところをチャレンジしてみました。そして環境に応じて狭いところを通らないとリワードをもらえないとか、ジャンプしないと取れない餌とかっていう遺伝、環境に適応するための形っていうところを遺伝的な要素を入れて解決しようと思いました。そしてゲーム業界を何か今携わってるんですけど、そこで超人工生命をゲーム世界で動かして面白くなるかっていうのを確認したい、で可能な要素はゲーム産業に転用したいという気持ちがあります。で実際の動画です。ちょっとカクカクするんですけど、違う形のものが動いていて、横に端に3つあるのは3体が一人一人見ているライブビューイングを実際に映し出しています。そして右側にちょっと狭い通路を通らないと美味しい世界にが現れない、そして左側はちょっと小さくないと通れない世界っていうのを設定しています。このところに行くにはここ通路があるんですけど、ここ狭いところ通っていかないとダメっていう感じです。で偶然にもう細くなったのはここ通っていって美味しいものをいっぱい食べるっていうのと、ここ大きいのは見たらここカメラの方でカメラが目が上の方にあるので見下ろす感じになっていて、ここをジャンプするのかしないのかみたいなドキドキ感もあるんですけど、みんな飛び降りちゃってもう現れないように奈落に落ちちゃって、でそういう面白さとか、水が好きで水の方でもう上がってこれない小さい子みたいないう超人工生命っていうのもありまして、で見ていて面白かったのが、上にジャンプしないと取れないっていうものは大きくなって顔でバーって当てて、でそこでリワード取っちゃうっていうちょっと予想外のリワードの取り方をしちゃっていって面白かったなって思いました。でこれの実際の作り方というかアーキテクチャの方なんですけど、実際のリスの方ではここの部分が DQN ってなっていたんですけど、私たちちょっとアカデミックではないのでちょっといろいろ調べたらディスクリプトのバリューしかダメだ、でどうやって新しくアクションを入れないといけないのか、でアクションを勝手に DQN に入れて QNET のアウトプットの数変えちゃっていいのかなっていうのでちょっと悩んだ感じで、いろいろ調べたら Continuous Control with Reinforcement Learning っていう論文があって、で間違っていつも Continuous DQN って勝手に呼んでたんですけど、ちゃんと調べたらこういうエクトリクリティっていう DTPG をベースとしたものがありました。ここにアクションの数 を4つに設定しておいたんですけど、ここで、
連続する値、フォワードの係数0から1、ローテーションの係数マイナス1から1、ジャンプの係数0から1、ベロシティの方も与えて、これの組み合わせによって新しい行動が出るような形を見込みました。そしてインプットの方でシェイデプスイメージとシェイプの方っていうのは横幅と縦幅や奥行きっていうところで倍率っていうスケールもパラメータとして渡して学習させています。そして環境に適応する形っていうところでエピソードが終わるたびにリワードとシェイプっていうのを何体かで情報を共有したりで次世代のシェイプを決めたりっていうところがあります。後ほど詳細の説明があります。で第一テーマとして新しいコードを学習したいというところで最初に取り組んだところがそこになります。この論文を見てこのまずエクタクリティっていうところの、スドコードがあったのでそれをまず試そうと思ったんですけど GitHub に似たようなソースがあったのでそれを検証はされてないって言ってたのでまず検証を始めました。そこで一回、リスのシンプルサンプル画像の環境を持って DQN の方だけ変えてリワードがどんどん増えていくのかっていうのを試した結果動きのバリエーションは最初は結構増えて いろんな、タイムスケールが大きくて早く時間が進む時に結構滑らかに動いてたりもしたんですけど動きがバリエーションが増えても学習がされているんだなっていう感じと感じました。そして使えるっていう条件前提でこういう世界観を作ることになった。ここから中さんにお願いします。今回我々は、GA を用いることで、エージェントに環境を適応させようという試みをしました。で回数を追うごとにエージェントの形状は大小様々に変化し生存の確率が高くなるであろうと、その結果、報酬が高くなるのではないかと期待しました。で、どのような形状に変化するのかどのような形状の個体が生き残るのかっていうのを、観察しました。学習に用いたステージはこちらになっていて、真ん中のステージでから、エージェントは学習をスタートします。で、真ん中のステージでは、報酬を得られる餌の配置を少なくして両方の、両端の部屋のところに、多く配置するようにしました。で、この細い通路は、比較的小さい、個体でしか、通ることができません。で、遺伝的アルゴリズムの入出力として入力で遺伝子は、個体数分のエージェントのスケールつまり、まあ、XYZ で、評価値としてはリワードを用いました。出力としては、個体数分の GA 操作による遺伝子を、出力いたします。遺伝子操作としては、まず評価値による選択選択された遺伝子の交差突然変異で、今回、私の PC スペックの問題で、3個体でしかちょっと実験学習できなかったっていうのと、遺伝子の種類がちょっと少なくて、そのためちょっと最初から、与えられたランダムなスケール値で収束してしまうことがちょっと多く見られたんで、今回は、一体一体のそれぞれ 5% の確率で、新しい個体を作って、それを入れ替えるっていうふうに、しました。でまたその先ほどの地形から見て分かる通り、この状態だとこれだけだと、小さい個体でしか生き残ることができないと思うんで、大きいエージェントにも生き残る価値を与えてあげようということで、エージェント同士衝突した場合に大きいエージェントは小さなエージェントに対してダメージを与えて報酬を得るっていう戦闘要素の機能を追加いたしました。これによって小さいエージェントは細い通路を通って大きいエージェントから逃れるような動きになったりとか、
大きいエージェントは小さいエージェントを追いかけて報酬を得れるような行動をするんじゃないかと我々は期待しました。で、まあ、その結果というか、まあ、学習観察中に現れたのは先ほどの、のっぽさんが出てきて、右の、報酬を独り占めするようなやつも出てきました。すいません、短くフューチャーワークの方なんですけど、データのサンプリング数 を増やして人口ゼミの妥当性を分析してみたいというところと、ゲーム業界で多くのトラフィックを解決するために処理してきたというところで、並列処理や分散処理、エージェントを増やすためにはまずインスタンス、サーバーの数がいっぱい必要だなというところと、交差したときに学習したの同士交差してどうやっていいものを出したいというところもあったので、ちょっと分散処理をどうやってディスパッチした後でそれを合わせるのかっていう話や、 HP と C の機能を持たせて精度の確率の高い行動を学習するっていうのも期待したいです。この後世界環境をもっと複雑化したり、あとは遺伝子情報を増やして 色も含めて変化させたいっていうところがあります。また行動のパターンを学習させるっていうところでは、今アクションがいろいろ連続して学習されてないんですけど、シーケンスや LSTM みたいな、なんか情報いろいろ聞いてるんですけど、そういうものあまり詳しくないですけど、それを使ったら相手がアクションしたパターン、前このアクションしたから次のアクションはこれだろうっていう情報をもらって、自分はどの動作をすればいいのかっていうのもやっていってみたいなって思っています。で、参考文献はこんなのを使いました。一番最後のが中村さんが関与してたっていうことが最近さっき知ってびっくりしました。ありがとうございました。どうもご発表ありがとうございました。それでは皆さんの方からご質問どうありますでしょうか。いいですか。はい、ですね、まあ、なんというか、感想というか、なんかこういう方向を今後なんか目指したらなんか面白いんじゃないかというのが、その利他的な行動みたいなのがやっぱり出てこないと、なんかこうある種脳っぽさとか、ある意味その全体としてのそのシステムとして生態系としての人工生命みたいな、ものの妥当性ってないと思うんですよね。だからなんかそういうようなレベルのものをこう目指すといいのではないでしょうかというふうにちょっと思いました。あ、すいません、ちょっと、つまり日本とだけわからない単語はちょっと、利他的性とか、なんていうのかな、action for others paying some kind of my resource. It is a利他的行動。Okay. サンプリングのモデル。So, for example, my parents spend his time and money for me. And what it is for the it is the action for me, not for themselves. But it is some kind of adaptive behavior. So I think that so if this type of adaptivity behavior exists in the in your environment, I think it is interesting. ありがとうございます。いろいろ後でいろいろ。はい、一個さっき逆強化学習の話もあって、個性を持たせるときに何を得たらリワードが感じるのが違うので、またその辺のところでリワード関数の方も変えたいなっていうので。強化学習と逆向強化学習って一緒にどう使えるものなのかなっていうのも興味がありまして
まあ、なんというか、要は強化学習をするときに、でもじゃあどういうふうにどういうプランで講習を与えたらいいのかわかんないで、そういうときにその人のエキスパートみたいなのから、要はこういう報酬プランで、報酬を得てんじゃないのっていう、そういうのを推測するのが逆強化学習ですね。はい。ありがとうございます。あ、どうも、ちょっと時間になりましたけど、まあ、あれですね、いろいろプラットフォーム的にいろいろ作られているので、今後の展開が楽しみだなというふうに思っておりますので、まずはご発表ありがとうございました。ありがとうございました。